この動画に10秒以内に高評価できた人はクリスマスの次の日にいいことが起きます。サンタクロース、わしはソリに乗ってプレゼントを配るよ。車の運転はしない。それはなぜかって、さあこちら、なぜサンタは運転しないのでしょうか。車はブレーキを踏んでも加速するから信用してないんじゃん。それアクセルとブレーキ逆や。ただの危ない高齢ドライバー、信用できないのはあんたの判断力だよ。闇の豪華に抱かれて眠れ。はいどうも、最近呪術廻戦の映画を見に行きたくて仕方ない男、クワイトでーす。もう早速映画公開してますから見に行った方もいると思うのですが、僕はまだなんで早く行きたいですね。ということで今回は国民的アニメキャラの殿堂入り僕伝に突っ込みしてみた新作プラス神回傑作集でーす。半分くらい新作となっていますので、最後までご視聴と少しでもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。僕には分かんない。僕がみんなの友達でいるために、僕を生きてていいって思えるように、お前は殺さなきゃいけないんだ。それであったぞ。ひよってるやついる？ピヨピヨ。いや、ピヨってるやん。謎の胎児化現象起きとる。どんな仕事をしたいと思う？はいはいはい、俺絶対に歌手になって大賞を取って紅白に出ます。先生、今のうちに喉を潰しますね。お前どんな仕事しとんねん。静かにスルちゃんになっとる。マクドナルドのドライブスルーではどうしてあんなに早くハンバーガーができるの？手抜きして作っているからだよね、ドナルド。途中映像が乱れました。男の子？最初からいませんよ、そんなもん。いや、隠蔽しようとすんな。あっという間にハンバーガーにされたんだろうな。おい一郎、お前焼き魚では何が一番うまいと思う？焼き魚ですか？たい焼きですね。いや、寿司屋で言うな。てか、たい焼きって焼き魚だったんだ。たまに食べたくなるけども。いい雰囲気になる。指輪を見せる。結婚してくださいという。目覚ましが鳴る。圧倒的夢落ち展開。それがこの恋愛ゲームの始まりだった。子供のサイヤ人ナッパ、惑星ベジータではエリート階級出身者ゆえ、王家の側近を務めていたが、フリーザ一味の中では大した地位ではなく、下級戦闘員からは、下っ端と呼ばれていた。中間管理職の悲哀、完全に舐められとる。炭治郎、落ち着け。落ち着け。炭治郎と義勇が怒っている理由は？あと21秒でボケが投稿できる。どんだけ気合い入れとんねん。21秒後、すでに同じボケが。もうやめて。もうこれ以上の皿は見たくない。回転寿司でおごると言ったやつの様子がおかしい。最初から食べ放題にしとけよ。おそらく100枚は行ったら、一番高いやつが天井まで。仕事に取りかかろっと。このペソコンをフリーザしてっぞ。おめえ仕事舐めてっと、ピッコロするぞ。ダメだ、この仕事向いてねえ。もうやめちゃおう。俺、家帰って千釣り。お前主人公って自覚持てや。10文字ほら、昨日埋めたはずなのに、一部屋だけ異常に安い。指名手配犯と売り二つ。あなた、お話があります。一番リアルに怖いやつ。妻は何かの用紙を持っているようだ。よーし、フリースローを決めるぞ。パパ、僕、あれが決まったら。パパの浮気、黙っておくよ。本当か。太鼓への大きなプレッシャー。最低な取引現場だな。しかもどう見ても決まらなそう。下手に出りゃ、付け上がりやがって、甘ったれるんじゃねえ。いやー。亭主に先立たれて、金に苦労してるんなら、この体を使えばいいだろうが。いやー。やはり嫌か。だったら代わりに俺を地下で働かせろ。俺がボロボロになったって構わん。絞れるだけ絞り取れ。情緒不安定すぎるだろ。もう望んでる勢いだな。頭皮はすでにボロボロだけどね。残念な宇宙旅行。おやつは300円まで。エチケット袋を大量しよう。現地解散。いや、残念で済む話ではない。鬼畜にも程があるわ。せめてバリュート送れ。あんたあの日、俺に次元爆弾を仕掛けたろ。告白の仕方がキモい。いや、ポエミーすぎる。こいつの思いも爆発しとるから。なお、不発弾の模様。やはり、お前のもの、イコール俺のものだ。どんな数式だよ。人間の思考をプログラミング言語化してるんだね。心臓を焼きました。鬼滅知らないけど、多分これが煉獄さん。物理的に心燃やしとる。鬼滅にしてはヒゲ濃いな。煉獄さんゴールデンカムイに転生したのか。食べかけのドラ焼きを落とす、女神ロボットが出てくるんだ。あなたの落としたのは、この大きなドラ焼きですか？ここで嘘をつくと、何にももらえない。はい、その大きなドラ焼きです。ドラえもんやないかい。バチコに嘘つくや。欲望に忠実すぎる。分別してから燃やせ。マックあるある。燃やす側としては基本ですね。 NHK が来た。そこまでやることじゃない。やろうとしてることが武力行使。むしろ身バレ防ぐために穏便に済ますそう。ママ、ポケモン買ってくれた？ごめん、ポケモンと間違えて過去問買ってきちゃった。てへ。いや、間違えるか。誕生日に辞典買ってくるタイプ。今度の過去問は赤と青。む、おっとと、小さくて見えんかったわ。おい、待てよ。なんだ？国立大学に進路決まってまーす。メガネが？いや、学歴マウント。すごいことなのにめちゃダサく見える。最終的には何するかが大事よね。受けてお題キャラランキング。第3位、小泉進次郎。第2位、吉田沙織。第1位、
まさかここまで有名になってるとは思っていない大食いキャラのあの女性。ボケ手界の肉まん少女、多くのボケがキャラを作り上げていく恐怖のシステム。ああ、夫が1時間ほど外出してる間に妻はドラクエ勇者の名前を適当に決めていたのでした。そら怒るのは無理ないわ。まだ序盤だからやり直しは効くの信じよう。あら、しずちゃん、いらっしゃい。寿司三杯。いや、状況説明せえ。確かに見えるけど。おい、いい加減にしろよ、クソ野郎が。万事セクシーであることが重要であります。小泉にブチギレしとる。まあ文章成立してないしな。あ、美濃先生。あ、いやハゲ散らかしてしまってね。ある意味事件起きてた。こんなんどう返せばいいんだよ。このセリフ今後使っていこうと思う。わかる、だって俺も同じこと思った。いくらボケが面白くても結局はタイミング。まあ大事よね。僕も同じこと考えてました。お腹すいたよ。イソジン飲めよ。いや、同一化せんといたれよ。そして飲み物ではないのね。野原ひろしの IQ50、 仕事のミスが増え始める。家族との関係も悪化。 IQ25、 衝動的になる。仕事もクビに。 IQ5、 何食わぬ面してグルメ漫画に出る。それ昼飯の流儀じゃん。あれやっぱ IQ の問題か。エリー、お前なんでここに。あなたこそどうして。わー、素敵な偶然。漫画みたい。いや漫画だよ。別にそのセリフなくてよかったね。タイダータイダー、こいつは絶対タイダー、タイダー。いや何喜んでんねん。米花町あるある。お前はタイ釣れよ。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。私はお母さんだぞ。じゃあ俺お父さんで。リアルおままごとか。完全にギャグ界確定。なんだなんだ、騙されて怒るやつがあるか。悔しかったらお前も嘘をつけよ。後ろにお化けがいるぞ。聞いたか、あの幼稚な嘘。いや実際にいんのか。サネを取り憑かれてない。引き出しの使い方が天才の。それマリオ、世の命はもう長くはない。昨夜関羽と張飛の夢を見た。義弟たちが美少女化してガシャレ SSR とかになる夢だ。はあ、それ正夢です。こいつ1000年以上先を読みやがった。結局あなたもなっちゃうんだけどね。入った、あばらの折れる音、内臓を貫く感覚。 KFC のバイトに変な子が入った。鳥さんの視点に基づくな。もう二度と飲食で働かなくて大丈夫です。2時間の遅刻ですよ。何してたんですか。ごめんごめん、ちょっと心臓止まっちゃってさ。テンションどうなってんだ。逆に2時間でデートできるまで回復しちゃんか。ノリが電車止まった時のノリ。あ、足音やべえ。新しい朝が来る。世界観ガンツかよ。それは希望の朝でしょうか。こちらジャムおじさんが何かを開発した場面でしょうか。わしももう自分で何作りてえのかわかんねえや。いや、パン作れ。その割に自慢げな顔してんな。最低でも食えるもんを出せ。ここが新しい街か。ここなら前の町の方がいいや。帰ろう。3個まで完結しとる。そこから帰れる距離なのね。次回キャプテン翼リターンズ。磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。中島、自分のところに行って野球誘わないように言えよ。言ったさ。でもあいつなんて言ったと思う。そんなことより野球しようぜ。だぜ、あいつやべえよ。いや、お前のことでまあまあ長居するタイプの残像になりそう。ワンチャン堀川くんよりサイコパス。必要な情報を何から得ている。5位友人家族、4位動画配信動画共有サイト、3位ニュースサイト、2位ソーシャルメディア、1位ボケて。不正投票やめんかい。これ回答者の人口ほぼボケてみんだろ。ニュース見なくてもここで時事ネタわかるんだ。あれ、あの患者手術して退院したはずなのに。さては俺のテクニックが忘れられなかったか。お前医者として何しとんじゃい。俺の意味深なオペは求めてないです。運転手さん、そろそろお仕事されてはいかがですか。いや結構だ。いや無人バスだったんかい。お前何のためにいるんだよ。迷惑極まりないわ。起きろよクズ、ゲス野郎、役立たず。今日動物園に行くって言ったのに全然起きないお父さん。そこまで言うな。まあ、気持ちわかるけど、俺はもう起きてるに一票。ママ、またあの子が。気味が悪いわね。ここへ変な子が来ませんでした。一族の恥さらしならいるよ。おばあちゃんの裏切り、身内までも信用されませんでした。どうじゃ、わしがくれてやったその服は。このパーカー、おじいさんが作ってくれたの。ああ、服を揃えた方が探偵団らしいと思っての。ありがとう。メルカリで売るね。おじいさん涙目、笑顔で感謝するなら売るね。磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。そんなことより野球しようぜ。だぜ、あいつやべえよ。どんどんどん、磯野、こんな時間だけど野球しようぜ。これは2時間ドラマ級。もう明日になる前に来やがった。これが中島の両親が分離した存在。たかしの夢、僕は毎日お父さんとキャッチボールしています。
会話のキャッチボールが僕の夢です。背中でしか語らない親父、いつもデッドボールになってるのかな。マミヤ、いや来ないで、これ以上私を苦しめないで。マミヤ、うぐとどめだ。うわー、いややめてあげて。キャッハーどもとの落差すごいな。親方から話は聞いてるよ。俺が米作り名人奥山英二だ。あー、よろしくお願いします。どうだい、実った稲穂は美しいだろう。ええー、とても綺麗に燃えました。今すぐ全力で土下座しろや。ここにもサイコパスいたわ。犬巻トゲ、呪術回戦のキャラクター。都立呪術高専2年生。言葉で相手を呪う呪言という術式を使う。普段では意図せず人を呪わないように。朝ごはんの米粒で話している。いや伝わりづらいわ。絶対おにぎりの具の方が意思疎通はしやすい。10年前の高校時代にタイムリープ。社会という名の悪魔に立ち向かえ、東京リベンジャーズ。いや何と戦っとんねん。さあもうお家へ入りましょうね。よく慣れてるね。どんな生き物でも心から可愛がれば懐くわよ。いた、てめえ焼き鳥にしまうぞ。安定の裏静か。まず全く懐いてね。カメラに映ってないとこの態度。どうです、ちびまる子ちゃん家にピザ100枚お願いします。世界で初めて黒電話でピザの注文した人。うまい、しずちゃんの入れたお茶はうまいな。このケーキとっても美味しいわよ。ねえ、宝くじ当たったんでしょ。下心むき出しやないか。おほ、いや上か。どこだ。目的地周辺です。カーナビ初心者、再度 Google マップで調べてください。他の学友たちが定点の語句の解釈にこだわり、掘り下げて学ぶやり方に対し、孔明は先に真剣ゼミでやっておく学習法だった。その時代存在するか。どんだけゼミ続いとんねん。何がサッカーの原則だ。行くぞみんな。おお、普通に拳とか使ってきそう。ルール無用の残虐ファイト始まっとる。僕の小説が汚物のように流されていく。つまらなかった。座布団2枚差し上げて。好きな遊びを調べよう。大地さんたちは好きな遊びについて話しています。一番好きなのはボール遊びだな。ボール以外で遊ぶことが多いよ。私はボール以外が好き。教室で遊ぶのが好きだけど、外で遊ぶならボール以外。圧倒的仲間外れ。大地どんだけ嫌われてんの。ああ頼むよ博士、天才だろ。俺の体を元に戻す薬を作ってくれよ。無茶言うな。連載が終わってしまうじゃろ。大人の事情のやつ、赤瀬博士に作者乗り移ってるんじゃ。やっぱりこいつが黒幕か。そしたら沢田兄貴が一人でその場所に行ってな、ロケットランチャーをぶっ放してその建物をコッパみじんにしてもうたんじゃ。3匹の子豚のラストで衝撃の展開。子豚も丸焼きやないかい。突然オリキャラを追加するな。あまりに傍若無人の振る舞いに見かれて、還元する進化がいれば有無を言わさずショートカットにした。いやあなたの方が傍若無人です。頭髪検査の先生でもせんぞ。シンジ君、あなたはこれに乗るのよ。いや普通に嫌だよ。周りの目めっちゃ気にするわ。ならば俺のターン。右側の肋骨を2本切除。何？いや人の体で遊ぶな。ターン制で手術するとは。患者の生死をかけた闇の遊戯。俺はその男に毒薬を飲まされ、目が覚めたら連載が終わってた。1話目で連載打ち切り。シンプルに死んだのかな。赤森警部、たった今気になる子から LINE が来ました。いや知らんがな、勝手に返しとけよ。ワンツーワンツー、右左。2日後は防衛戦ですよ山岡さん。せめて2年後にしてやれ。老体に鞭打つ次元じゃねえ。将棋や囲碁であることを祈りたい。試験中に猛烈に腹が痛くなった時、気を失うまで我慢し通したこともある。妊娠3ヶ月目だった。いやお前男だろ。全然共感できないやつ来た。ああれはこちら、なんていう名前の武器なんですかね。ピノを刺すやつ。どんな世界観だよ。職業で殺傷能力高すぎんだろ。強さレベル1000、ウルトラマンレベル100、ヒットマンレベル5、バスロマン。いやお風呂に入りたくなったわ。冬になるとバフかかるよね。遊びはここまでだと思ってたけど、もう少し遊ぶぞケンシロウ。早く本気出せや。どこだ楽しかったんだな。バイ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 。長沢くん大丈夫かい。うん、もう平気さ。不良はやだな。長沢くん、もう平井くんなんかに近寄らない方がいいよ。僕は不良はいいと思うんだ。できればなってみたいよ。それ以上尖って何になるの。いや喧嘩売りすぎだろ。玉ねぎからラッキョウになるみたいな。こうにしてください。エジプトのファラオの軍勢に海辺を追われたモーゼが海の上に手を差し出すと水が分かれて道ができた。そして道からも軍勢が来た。すでに予想されてた。奇跡まで起こしたのに積んだね。なんで海の中までいるんだよ。とにかく上がろうぜ。いいのかい。人の気配がしないよ。いいえ、屋根に3人、床下に2人、そして裏の山から1人が狙ってるわ。感覚凄腕のスパイかよ。賞金首勝手くらい狙われてるな。俺が源の血筋か。ハッピーバースデーうぬ。
明日とは言い出しづらい。絶対に言えないね。生涯一番の悔い。はぁ、見てください。あなたの知らない間に私の給料が増えました。キングオブ知らんがな。爽やかな自慢やめろ。心底どうでもいいですね。ここを追い払われてどこへ行けと言うんですか。この子たちは他にどこにも身寄りがないんですよ。うるせえ。そんなことはわしらとは関係ねえ。金を払えんかったらここから出ていくのが当然だろうが。へえ、パズドラやりながら聞くな。大人たち全員クズ。しかも重課金すな。年尾か。お父ちゃん、髪がないよ。助けて。年尾。ばあちゃん、はよトイレ行ったれ。とりあえず全員スマホ持とうか。米花商店街大福引き大会。よーし。まあ当たらねえだろうけど、一等。事件もなく平和な一日。それは当たらんわ。命はテレビより軽かった。福引きで一等を引かないと平和が来ない街。伸び伸びた。100点。君の名前でテストを受けておいたよ。さあ、映画の台本をくれるかい？闇の取引やないかい？恐るべき映画への執念。これが出来すぎのやり方か。お母さん、私の欲しいもの、決まったよ。あら、なに？クーポンじゃなくて、現金だよ。いや、現金な娘。ぜひ給付金でお願いします。盛り上げ役のジョン、幹事のジェシー、誕生日のメアリー。5年前に亡くなったはずのトム。いや、トムがギリがたい。ドラマの最終回とかで気づいたらいるやつ。そしてろうそくの数は5本。超ハッピーエンドにして、デパートのトイレでうんちをしていたら髪がないのに気がつき、髪を取りに向かおうとパンツを下ろしたままトイレを出たら興奮してきた。どこがハッピーエンドやね。新しい自分に目覚めることができてハッピーってか。ただの変態じゃん。は？助けてくれてありがとう。言いたくはなかったけど。なんで言いたくなかったんだよ。ツンデレ爺さん。たる12月24日、日没と同時に、我々は、カップルの妨害を行う。リア充撲滅隊指導しとる。僕も参加させてください。講談社の絵本。判断が遅い。それ違うアニメ。デッドボールの仕返しですね。猿と犬と生地にきび団子一つで重労働を強いる桃太郎。これは動物愛護団体が黙ってないぞ。謎の労働者鑑定。そこの入道席の尻尾。なんてことするんだ。鍾乳石を取ったり傷つけたりすることは禁止のはずよ。地下水のわずかな滴りが何百年も何千年もかけて作ったんだよ。何もそんな、俺は軽い気持ちで一曲歌うから許して。罪に罪を重ねるスタイル。ここにいる全員の記憶飛ばすつもりか。痴漢の仕方が正面突破。捕まる気しかないね。さすがに無理あるわ。すれ違った奴が脇が。嗅覚にダイレクトアタック。匂いがしない。味も感じない。病院へ行ってください。呪術の方ですよね。出るアニメ間違えてますよ。いや、両方違うんだが。それサザエさんに出てる方ね。家族、一気。いや、死ぬ未来しか見えない。